年末の中山で争われる夢のグランプリ有馬記念。あなたの夢、私の夢は叶うのか。さあ、一番人気の紹介です。成田ブライアン。2番人気を紹介しましょう。岸アマゾン。注目の天皇賞馬娘マヤノトップガン。6枠11番での出走。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。ダイワスカーレットとマヤのトップガン、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気成田ブライアン。第4コーナーカーブ、ダイワスカーレット、快調に飛ばしていきます。さあ、花に託したのはダイワスカーレット。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはマヤのトップガン。5馬身離れてメジルマクイーン、そしてその内を回って4番12番、追走。まずは1周目正面スタンド前に入った成田ブライアン。ここにいた16番、追走。1馬身差1番、その外並んで8番、少し後ろから9番、サンド審査レーシングフラッシュ、その後からナイスネイチャー。外にはシンボリルドルフ。1馬身離れて5番、後方2番手に14番、岸アマゾン。現在新ガリラダイワスカーレット、先頭進みますが、これは正解でしょうか。ダイワスカーレット、彼女の客室には合っていますね。1コーナーから、そして2コーナーへ向かっていきます。順位を振り返っていきます。先頭ダイワスカーレット、レースはよどみなく進んでいます。続きました、マヤノトップガン。さらにはメジロマックイーン。2馬身3馬身開いて成田ブライアン、外を回って16番、すぐに続いて12番、そのうち並んで4番、2馬身離れて9番、それを見るように8番、レーシングフラッシュ並んできた。後からナイスメイチャー、内で1番、向こう正面に入って先頭から新上までおよそ14馬身。依然としてダイワスカーレット、続いてマヤノトップガン。残り 1000m を通過、サンド審査メジロマックイーン。2馬身3馬身開いて成田ブライアン、その後ろから4番、その外並んで12番、少し後ろから16番、その外並んでレーシングフラッシュ、そしてその後ろから行くのはナイスネイチャー。少し後ろから9番、外には岸アマゾン。内からシンボリルドルフ、それを見るように8番、その後ろから1番、内5番。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。さあ、いよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子達